せーの、ちゃおーちゃおガールのあやかです。ちゃおガールのみゆです。みゆあやです。イエーイ、トリックオアトリート。なに急に、びっくりした。その反応は私がちょっとお化けみたいだからやめてくれない？はい、そうなんですよ。もうすぐね、ハロウィンというわけでですね、今回は私たち2人がハロウィンコスプレ対決をしたいと思います。イエーイ。はい、じゃあこちら、ドーン。なんか出てきた。はい、今回の企画は100円ショップの商品限定でハロウィンコスプレ対決。なんかすごいね、いっぱいある、ね、なんか木は歯をなんて言ってるんだね。そう、これ見た瞬間これ使えそうだなと思ってちょっと買いました、ね、面白そうだよね。これかわいい、このアリスみたいなシール ね、かわいいよね。おしゃれ、顔に貼ったらとか絶対かわいいよね。ね、なんかさ、うん、すっごい本格的なハロウィンっぽいのがある。そうそう、これとかもすごいよ ね、かわいいなと思って。タトゥーシールとかもすごいいろんな種類があって、ね、いいよね。これフェイスクレヨンとかもあるの、うん、あ、私も買った、おそろー。買った、おそろー。すごい。簡単にね、できそうだよね。簡単にできそうだよね。楽しみですね。はい、これらの商品を使ってどっちが可愛くアレンジできるかを競います。そして今回、こういうね、シールとかを使ってメイクも自分でやっちゃいます。自分でってなかなかないんですよ、今まで超額の企画やってもらうとかしかないんですけど、今回は自分で、そう、自分でやっちゃいます。怖くない？ちょっとね、クレヨンとか怖いです。ちょっと緊張するんですけどね。はい、頑張っていきたいと思います。どんなメイクになるか楽しみだね。実は私、一瞬で気が終わる魔法知ってるから。え、いくよ、3、2、1。はい、はい。いや、これ魔法じゃなくて編集で飛ばしただけだから。いや、魔法です。あ、はい。でも、もうマントの下は準備したコスプレ衣装に着替え待ってます。待ってます。準備完了なので、あとは仕上げにメイクしていきたいと思います。はい、じゃあ早速コスプレのテーマに合わせてメイクしていきたいと思います。はい、じゃあまずこれ使います。ちょっと羽っぽい感じのシールを貼ります。よし、あ、できた。こんな感じですかね。えい。そしたら本当にタトゥーシールみたいなのがいっぱいあるんですよ。何を貼っていこうか、可愛いやつにするか、怖いやつにするか、3種類くらいあって、形を取って、そしたらこれを剥がすらしいです。これ剥がして、だで、水をコットンとかで出せてきます。よしよし、取ってトントントンって、いただきます。お、なんか見えてきた、ね、こんな感じでいいのかな。できたー、かわいい、すごい、ちょっと感動ですね。お化けです。あと、楽しいタトゥーシール。あ、おお、ワールドできました、かわいい。それではコスプレのテーマに合わせてメイクをしていきたいと思います。どんなメイクになるかはお楽しみです。それじゃあやっていきます。どうしよう。じゃあまずこの雲の巣とこれ、このオレンジのをつけていきます。そういうの初めてつけた。おっきい。私こういうメイクはするの初めてなんですけど、何回か特殊メイク、ドラマの仕事で特殊メイクをさせてもらったことがあって、でそれがすごい楽しかったです。はい、目は完成です。すごい変な感じする。これも可愛いよ。
てます。おー、できました。それでは次はこの黒と黄色のクレヨンを使って鼻にかぼちゃを描いていきたいと思います。なんかクレヨンで顔に絵を描くってすごい不思議な感じ。今顔に描いたのは黄色のクレヨンなんですけど、オレンジって黄色と赤だから、この上に赤乗せたらオレンジになるかなって思って赤乗せてみます。あ、でも結構オレンジっぽい。できた。え、待って、怖い。さあ、あ、良くないですか？あ、上手。あ、上手自分。あ、なかなかいいんじゃないでしょうか。自分なりにはできたと思います。できました。イエーイ。いや、ちょっと自分でもいいんじゃないかなと思います。このカチューシャもつけていい感じです。イエーイ。せーの、はい、私からいきます。私のこのテーマはドラキュラです。このね、カチューシャとか全部100均身につけても、これも100均ですよ。マントもすごい。そう、すごいんですよ。全部持ってるもの全てが100均です。で、ポイントはやっぱここだね。この貼ってある、この目の下に貼ってあるこのシールがすごいシンプルめにしたんですよ、あえて。それが結構いい感じで可愛くなりました。で、ここに目ん玉もついてます。目ん玉ね、これも結構ハロウィンっぽくていいんじゃないかなと思いました。靴下も、そう、言うのするさ、これ靴下もなんですよ。靴下もすごい、なんかついてて、めっちゃハロウィンっぽくてね、途中シールとか。あ、ここに首にも貼ってありますね、ドラキュラっぽい。そう、これ忘れてた。これをつけます。おお。あら、おお、すごい。これやると喋れなくなるんですけど。私のテーマはかぼちゃです。ポイントはですね、この目の下のところですね。こちらはこれとこれ別のシールなんですけど、あえて右目のこのオレンジ、オレンジのと黒いのを組み合わせて使いました。そう、別売りのを組み合わせるってなかなかないよね。ね、いいと思う。あと帽子とイヤリングも、かぼちゃ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 、ゴムもかわいいね。そう、ゴムもかわいい。うん、かわいい。似合ってるよ。はい、というわけでみんなも100円ショップでハロウィンコスプレしちゃおう。じゃあ、じゃあチャオコのみんな、よかった方にぜひコメントお願いします。メイクの勝敗はあなた次第ですよ。あなた次第です。ぜひこっちに投票してください。せーの、トリックアトリート。